こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。名古屋競輪場で開催されてきた G1 オールスター競輪もいよいよ最終日。11レース決勝戦の予想をお送りしたいと思います。11レース決勝戦はご覧のメンバーになります。SQS 班は平原浩太、新田雄大。この2人ですね。SQS 班、ちょっと寂しいメンバーかもしれません。まあ、ただ、中川誠一郎やら、佐藤慎太郎、らもおります。また、渡辺和成や郡司浩平もなかなか好調なので、そういう意味でも注目のレースです。そんな中、並びが、北日本が4人残って、姿を先頭に結束することになりました。ということで、番手の新田には非常に有利な展開。これを平原やら郡司、それから中川誠一郎がどう打ち破れるかというのがポイントになってくると思います。順当にいけば、やはり、新田雄大が番手から、まくりを打って、抜け出して、全日本選抜では成し遂げられなかった優勝を果たすと思いますが、平原にも意地があると思います。穴は平原番手の諸橋としたいと思います。さて、細かく見ていきましょう。こちらですね。まず並びが、平原に諸橋。これが関東両者ですね。姿に新田、渡辺和成、佐藤慎太郎。北日本は4人結束です。郡司浩平、中村宏が難関。そして、唯一の西日本になってしまいました。中川誠一郎短期で戦います。近畿も中部も いません。中四国もいませんね。ちょっと投稿制定になってきたかなっていう気はします。3連単の史実はやっぱり新田ですよね。新田が1番人気、渡辺、平原と続いて次が中川となっております。バック回数一番多いのは6回の渡辺和成、2番目が4回の平原浩太ですが、ホーム回数を見ても渡辺和成が一番トップで、本音としては誰もが、ラインの役割がなければ誰も先行したくないっていうところが本音だと思います。まあ、そんな中、姿が先手を、ラインの先頭を打って勝ちました。まあ、これはもう、当然、早めの仕掛けは間違いなしっていうところではありますよね。ただ、姿自身、そんなに航続距離長くないです。実際、決まり手見てても、まくりが2回、その他追い込みで、逃げ切りがありません。よって、仕掛け方が結構難しい。もしくは、ある程度仕掛けて、平原やら郡司が来た時に、まあ、中川かもしれませんが、新田が結構早めに番手出ないといけない流れになるかもしれない。またそれを邪魔しようと平原や郡司が新田やら渡辺和成の位置を取りに来ることも考えられます。だから、まあ案外、すんなりとはいかないんじゃないかなという考え方もありますよね。まあ、これも平原と郡司の花積もり一つで、単純に中段を狙っているようでは、26で決まってしまうんじゃないかなとは思います。また、分断されるのを防ぐためにもしかしたら北日本前取るかもしれないですね。1番車平原なんですけどね。中川かもしれないですが、姿がどこで仕掛けるのか、仕掛けたとして、ピッチをどのぐらいまで上げるのか、最初から目位置で踏むのか、流しているのかっていうことで、レースの展開も多少かなり変わってくると思います。そんな中、11レースの2車単oddsを見ると、やはり、新田、渡辺が1番人気を 5.5 倍。折り返しの6人も 10.2 倍となかなか売れてるんですよね。やっぱりこれに渡辺和成、新田の後ろから、特別取ってる。このオールスターも取ってるというのが、オールスターだったかな、全日本、友久親王杯だったか。とにかく特別を取ってるっていうのが、新田の仕掛けが早いと渡辺を差しの目があるんじゃないかっていうところが、やっぱ思われているところだと思います。新田のインタビューを見まして、新田はこの北日本の中から優勝者を出すと言ってました。ただ、どうなんでしょうね。新田準決勝は結構早い仕掛けして、佐藤慎太郎まで出すことは成功しました。そういう、ラインを重視した競争ってあんまり新田してこなかったんで、できるのかなって気がします。一方、平原見てると、14倍、1号が一番人気ですから、14倍ですね。で、諸橋を差し目になると51が 24.8 倍になりますね。他、中川だと最低が新田との3人 26.9 倍。31、平原とだったら 41.5 倍などなりますし、郡司となると幅はあるんですが50倍台弱ですね。新田との7人ですよね。逆に新田の頭だと、平原とが 21.8 倍。中川で 26.9 倍。郡司で 30.7 倍というところで、新田が出たところで渡辺ではなく、これらラインの前を走る選手がまくり追い込んでくるという面も、あるんじゃないかな。特に平原は、やっぱりレースが、仕掛けがうまいっていうのはやっぱり評価されている面だと思います。で、その上でどういう走り方をするかっていうことになるんですよね。特にポイントは郡司だと思います。郡司って自力ではちょっと厳しいんじゃないかなと。で、正直、単純な力勝負では、平原にすら、中川にもかなわないと思うんで、活路を引き出すために、可能性は低いけど、分断に行ける勇気が郡司にあるかどうかっていうとこですよね。多分、平原は、中川はもちろん足ためて一発ですし、平原の分断は最後の策だと思うんで、一番分断に行く可能性が高いのは郡司だと思うんです。で、あと、姿のペースですよね。姿が、こう、できるとこまでは行くけれども、残り2周切ったとこで、そこからどういうペースでかけるのか。もちろん、飛騨原の西院切りなどあるかもしれないですし、軍司が再度院切って、中川ない平原が行くかもしれない。平原がそれ考えずに明治でかけたらもう仕方ないのかな。ただ、その時に平原、軍司はともかく平原は結構ペース上げてくる。前にいた場合はペース上げてくることも考えられます。そうしたら、新田の横で飛びつきなどもあるんじゃないかなと思います。まあ、どちらにしても、姿がそんなに長く引っ張れないんで、新田にせよ、平原にせよ、まあ、軍司にせよ、最後は出ていかないといけないと思うんですよね。新田ですよね。新田が、まあ、北日本から優勝者が出るという一方で、ラインの競争はあんまりした実績がないんで、やっぱりいまいち、渡辺やっぱり刺されたくない。それとですね、新田はやっぱり来年のオリンピックに向けての日本代表じゃないですか。で、渡辺和成はもう代表じゃない。となると、渡辺和成の中でも、新田はここは勝たせたいっていう忖度が働くような気はするんですよね。新田は全日本選抜2着で賞金はある程度積み上げているものの、全日本選抜は G1 としてはそんなに高い方の賞金ではないんで、優勝は欲しいですからね。やっぱり新田、勝つことを、後ろのことはあんまり考えずに、自分が勝つことを考えると思います。よって、新田を本命にしたいと思います。やっぱりラインがそうなってるんじゃないかな。和成も自分が勝つのはまあ一番だけど、新田に勝ってもらってというのも多少はあるんじゃないかなと思って、姿もそういう走りをして、4人でできって結局新田がこう番手まくって、渡辺和成は刺そうと思っても車が出ずっていう流れだと思うんで、裏は返さないです。26です。2車単で。で、そこに前を走る平原、中川、軍司が突っ込んでくる、まくり追い込んでくるという流れを本命にしたいと思います。一応、薄めですけど、平原、中川、軍司が2着というのをちょっと絡めてみたいと思います。そういった時は渡辺和成が絡まれる可能性もあるかもしれないですね。ただ、話してみて、だんだんとちょっと姿の航続距離とか考えると、そんな素直に4人でできって新田番が残り半周まで姿を使って番手まくりといくかなっていうのはあるんですよね。そうしたら中川のまくりとか平原の自在戦とかが光ってくるんじゃないかなという気はします。さらに、やっぱり軍司ですよね。軍司がもしかしたら姿が流したら番手に飛びついてくるんじゃないかなと、思います。もう最初からここ狙ってる可能性はありますよね。平原や中川よりはここを狙っている可能性がある。というところを、で、ごちゃついたところを見逃さずにやっぱり平原ですからね。平原発信して、諸橋を連れて発進。ゴール前、諸橋がかわす。で、中川も、ちょっと、車間を開けながらも、それについていって、最後、縦で、諸橋に迫るというのは、穴として、ちょっと面白いんじゃないかなと思いますね。諸橋も弥彦記念取ってます。地元では強い。地元以外ではどうかっていうのはあるんですけど、準決勝もそんなに良くなかったですけど、平原、このまま北日本を終わらせないという、北日本で終わらせないと見ると、やっぱり、思い切った仕掛けで、北日本がひるんだとこを一気にできって、諸橋チャンスが出てくるんじゃないかなと思います。まあ、スピード戦になるかどうかってことですよね。姿がかけたら、スピードが上がって、残り1周のタイムも相当上がります。そうなると、スピード戦となると26とか2から137という、まあ、6にどうかなっていうところですよね。結構、後ろ追走してる選手ってさせてないんですよね。ただ、逃げ切りも難しい。というところで、もちろん、平原やら郡司が、まあ、なるべく、自分の足の持つとこから仕掛けたいと考えて、まあ、結果的に中段狙いだったら、もう、新田の思うツボなんで、この目なんですけど、まあ、どう平原や郡司が考えてるかですよね。まあ中川狙ってもいいかもしれないですね。と言いつつ、結構悩んだりもしましたけど、やっぱり最初見た感では、やっぱりこれ新田でもう決まりなんじゃないかなという。新田をオリンピックの練習ために送り出すためのレースになっちゃうんじゃないかなと思って、一応新田を本命といたしました。まあ、平原を維持しないで諸橋っていうとこですよね。はい、これが決勝戦の予想です。いかがだったでしょうか。関連動画プレイリスト、残りの20、30秒で表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ブログ、Twitter やっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。